はじめ。はい。わかりましたな。いきなりか。いきなり。問題児が。視聴者の皆さん、はい、今日からまた新しいやつが入ってるんですけど、はい、いきなり事故だわ。事故ですわ。ターゲットで。これは労基署に怒られんやつだぞ。安全帯もちゃんとしておるな今。ほら、安全帯もちゃんと置いてあるじゃん。動画をお楽しみの皆さん、ご視聴ありがとうございます。ちょっとあの宣伝告知になるんですけど、今回12月12日夕方の5時から名古屋で鳶職限定の名刺交換会で、これは取引したい人、されたい人っていうかな、元請け、下請け、ちょっといろいろ集めて、今すっごい鳶職足りてないんでやろうと思ってます。詳しくは概要欄にリンク貼ってますんで、そちらから飛んでください。あとなお今後ね、これ12月過ぎて、今年過ぎてもいつでも今後これ定期的にやろうと思ってますんで、この動画見た方はぜひ興味あったら名刺交換会、セミナー、なんだろうな、マッチング系、まあ外壁塗装とか塗装屋さんとか帽子屋さんとか、いろいろ建設業に特化していろんなイベントやって、みんなが勉強できたり成長できたり取引が増えたりっていうことをちょっと考えてますんで、ぜひそちらの方も参加もお願いします。それでは続きをお楽しみください。えい、僕です。えい、あれ新人は、あー、地下。えい、おう、お前演技くせえわ。演技くせえわお前。チョカだろ。はい、おお、またイケメンだぞ新人。お前金髪禁止って言ったやろ、うちの会社。いや、染めて茶髪にしたんですけどね。どこ、地元どこから来た？浜松です。もともと経験者だろ。そうです。何年やった？今年で9年目。9年目、はい、いくつ年？25です。25で9年やったの。16から16から。あ、マジか。もう大丈夫だな。なんか自分のトラックも持っとんだろ。あ、これが、そうです。そうなの。はい。どうするのこのトラック。独立もっぱいするんか。わー、する気はもう。買い取ってほしいの会社に。そうですね。いくらぐらいで売れるの。一応下取りで90ぐらいだったんですけど。うん、何万、100？ 100前後で。100に100万、何でもっと上げようとしたの。90年で100だったら。残債がちょっと。いくらのことは。108万とか。108万で買ってもらえると助かりますよ。はい、残債なくなる。ちょっとそこはリュウジ専務に相談するわ。はい、僕ですか。まあ売り値は90で本当につくんだったらいいんじゃないですかね。まあ130だろ、車で買ったら。そのもんじゃないですかね。乗せれば。車検とかもあるもんな。だけど落ちたんだよお前。もういきなりお前弁償しなくなっちゃう。お前俺だと。お前、じゃあ視聴者、高速のやつもそうやて、バカ野郎、ほんと。たわけ、仕事中の高速なんかで俺が文句言ったこと一回もあるけど、ボケガス、ほんと。逆にもって乗れよ、お前らって思ってるよな。そうですね。そんなことケチってどうすんの、お前らって。ちょっとお前デブだな、やっぱりうち。お前イケメン枠抜かれるんじゃん。カンタに抜かれ、そして何名前ない？タケヒロ。タケヒロ、はい、タケヒロに抜かれるんじゃん。全然抜かれないですよ僕は。カンタの時も最初最近言ったよお前。最初最近言った。いや、そんなこと言ってないですよ。全然僕なんか人気あるんで大丈夫ですよとか言って、最近カンタが数字取るとあいつの方が数字出るんであれですよね。あいつ出したらいいですよね。出したね、途中で。若いもんには負ける。気持ちはすぐ変える。年は全然下か。そうそうそう。5個下か。僕の6個下です。6個下か。おー、いいじゃんいいじゃん。また、いや、仕事やりそうだな。やりますやります、全然。あ、ほんと。で、昨日から来てるんですけど、うん、まあ、昨日ちょっと1軒組んで、ちょろ組んでから、うん、カンタがおるとこマンションに多い。イケメンが落ちたんだ、お前。ずっと顔決めやがって、この中に。こうやって突っ込んでくれた方が楽、助かるだろう、でも。はい。助かるだろう。助かります。視聴者がなんか、人間ボコボコ叩くなるから。突っ込まれた方がいいよな。そうですね。突っ込まれ緊張しちゃって。しちゃうよな。はい。こら、おいこら、お人気者だよ。おい、また手のやり方が女っぽいなんか。こいつの手のやり方。どうやって見せるんだろう。すげえすげえ。だけ手がなんか、はあみたいな。いけないかお前。ショーみたいな感じですね。は？ショーみたいな。あ、でもよう喋るじゃん。ショーより喋らん？いや、体がっすよ、つき方が。ああ、そうだな。ちょっと体型いいよな。うん、もういい体だよな。9年やっとんか。約9年になります。今年で。うん、で結構イケイケな足場会社。まあ、緩いとこだったらそんなあるじゃん。いや、1日2、3件。あ、マジ？うちよりきついね。
いや、あ、受け負いでやったのかな。受け負いでやってました。あ、はい、もう親方だったかな。もうバリバリだかな。そうですね。あ、じゃあこいつらより早いわよ。全然ぬるいなと思った。2日間来て、いや、動く人はやっぱ動くし、ベトナム人も優秀だなと。あ、本当、はい、感じました。もう勝てるなって思った。いや、このスピードならいけるなって。そこまでは全然怖い乳首いじりじゃないですか。立てきだろ、めちゃくちゃ立てきだろ、何かがめちゃくちゃ立てきだろ、触られたら立っちゃう。ちょっと気をつけしてみ、気をつけしてみ、ほら右より痛いのが立っとるやん。あ、でもイケメンいいじゃん、素直そうだし。それが一番だな、挨拶きちっとできて。やっぱもう今時の足場の会社なんかもう足場じゃないんだな。やっぱサービス業だな、お客さんとか。あれじゃん、こうやってやるの特にそうじゃん、はい、挨拶もうそこだけな、もう怪我とか、はい、まあ、そんなめちゃくちゃパタパタやらねえんだけどさ。わかりました。お願い、落ちたとこちょっと教えてよ。どこ、ちょっと見せてや。どこだ。ここなんですけど。ここ、どこどこ。ガラス割れた。ちょっと、うわ、ほんとや、うわ、ほんとや、ガラス割れとるやん。うわ、どっか落ちたん。ここのシングルをかけようと、こいつな、はい、うん、してまして、うん、で、まあ木が競ってたんで、あ、これそれ大変だな、はい、で、まあ、木を押しながらブラケットを入れようとしたら、あ、そういうことだ。これ木をグーッと押して、もう手で動かなかったんで、うん、足で押さえつけて上に乗って、そうです、あ、アンチの上に乗ってこう倒れとるもんで、こう乗っちゃう状態、爪が入らん状態だよな、ね、これがパシッとしたらこういう状態で、はい、で木をグーッと押したんだ。押して、だからスポッと抜けたのか、木がペキって。あー、それやばいやつじゃんお前。ガラスよりやばいよ、木直らんかね。これガラスはさ、マシません。あ、痛くなかった。めちゃめちゃ痛かった。どう当たったかね。安全帯の安全帯に引っ掛けたインパクトのソケットが、うん、あー、カーが当たっちゃったんだ、はい、まあ、軽く当たったみたいな。で、下まで落ちたの。いや、もうそこの今見えてる手すりにぶら下がるような感じで、うわ、あ、だからずっこけたみたいな感じな。そのままストーンと。あー、そういうことな、はい、うわじゃあ最初だと張り切らない話。そうです。だよな、はい、この一本になったわ。おいしい一本だ。新人紹介兼、はい、気をつけい、はい。俺今日本当にガチで初めてだったからね。あ、ちゃんと会社で見たか、処理から。そうですね、はい、またイケメンじゃないの。仕事もやるし、いい感じの子がどんどん増えてきたんですね。増えてきたな、はい、ちょっと靴のセンスはないな。でも、いや、一番履きやすくて。あ、そうなの、はい、あ、高いやつ履いてるじゃん。結構強いだろ、1万5千円ぐらい強いだろ。いや、8000とか片落ちなんで。あ、ほんと、アシックスですね。そうですね。これみんな安全靴だったね、視聴者の皆さん。これね、これいい、乗っていい、はい、うん、で、これでいくらだったら1万何千だろ。これ1万2、3でんじゃないですか。こっちの方が高くないんだ。あの、もともとこっちを履いてたんですけど、うん、自分ハイカットだと足首回らないので、うん、いや、これじゃまだダサいでしょと。いや、かっこいいんですけど、うん、動きづらいな。動きづらいでしょ、まだまだでしょ、リュウジ君なんて。いや、そんなのは全然、はい、そんなもんなんだ、ね、塗り替えどうしようって。いや、全然、足はそんなもんだなって動ければいいってもんじゃないですからね。動ければいいってもんじゃないですからね。なんかお前最近ほんと太ってきたな。これ見るでか。そう、いや、僕また太っただろう。いや、痩せてる方ですね、今。最近もっと前のが太った。なんか太ったな、こうやって並ぶと余計だな。ずっと筋肉って言い方で張ってたけど、もう最近筋肉って言わんもんな。うまいもんばっか食っとるとこんなの。結婚したしな、家庭入るとやっぱ太るってな。はい、じゃあ視聴者皆さん、まさかの新人紹介しようと思ったら怪我してガラス割っちゃいましたけど、まあ、あれでも弁償するガラスは結構するだろう、3万ぐらいするだろう。そうですね、なんかでも新人あるあるじゃないですか、物損って。なんかで焦っちゃうからな、いいとこ見せようと思って、そわそわしちゃうから。そわそわしちゃう。無理だけはしんようにな、はい、そんなの見てれば分かるじゃん、大体な、怪我しんように。はい、最近は安全帯もきちっと使っておいて、また足場動画も上げたいと思いますんで、ぜひ、はい、はい、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、これ宣伝はちょっと出しておきますんで、ちょっとそっち見てください。1212の日、職人の名刺交換の足場専門でをやろうと思ってますんで、そういうちょっと集まりを作ってぜひやってきますんで、あの、またみんなで仕事紹介したりとかさ、成長していけるようなのを作ろうと思ってます。はい、よろしくお願いします。お願いします。新人なるコンビは、はい、まあ個人事業主だったら来ても面白いんじゃない。そういうの、まあ、日曜日だけど全然早いんで、
いいよ。でも何年もやってたんだろ、橋場の会社自分で。まあそうですね。トラック持ちで、はい、材料支給で、材料支給で手間受けで、はい、何年ぐらいだった？今年やってれば5年目でした。うん、何年辞めちゃった？はい、やっぱコロナの影響が仕事減った、はい、減ったとこと増えたところはなんかもう差が大きいですね。確かにな、はい、みんなで仕事を増やしながら、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。せーの、またねー。